ディブロンチャンネル。こんにちは、ポロリです。さあ、ディブロンチャンネルやってまいりました。毎月ね、第1日曜日に撮影してるんですが、私で6人目ですかね。ここまで2勝3敗ということで、ライター負け越してるというちょっと情けないことになってます。まあ、私がガツッと勝ってまず星をね、五分に戻したいなと思いますけど、まあ伊藤真一が負けまして、実は上昇理論という番組やってるんですけど、2015年の伊藤真の上昇理論 の、 勝ち負けがですね、2勝12敗だったんですよね。なんで、まあ伊藤さん負けるところだよねっていう、ここでリブロンチャンネルで勝って向こうで負けてたらどうなのって感じなんで、まあそこ負けるところなんですけど、私の次は清原由紀奈さんですかね、らしいんですけど、清原さん、せめて5部で、バトンを渡せるように頑張っていきたいと思ってます。で、台の方なんですけど、飛鳳殿を抑えてみました。まあ、寝台なんですけど、稼働がちょっと不安な機種でもあるんで、はい、まあね、ちょっといいところも伝えながら、辛いところも伝えながら、皆さんのね、打つかどうかの一つの判定してもらえればいいかなと思います。それでは勝利を目指して頑張っていきましょう。それでは飛鳳殿行ってみたいと思います。もうね、打ち始めてる方いらっしゃって、当たってる方はねいるというところなんで、私も続きたいですね。いや、実は私そんなに打ってないんでね、勉強しながらという感じの姿勢になると思いますが、高設定の挙動ね、まあ あれですね、弱いステージからいい広角に行くような動きとかが見られるといいんじゃないかと言われてるんで、そちらの方ねチェックしながらやっていきたいと思っております。あとはもうボーナスのタイミングなんですけど、ボーナスっていうと、もうそうね、いや、見てる方にね、こうボーナスっていうと若干こう、ボーナスなのって思われるかもしれないポイントなんですけど、チャンス目なんですよ、とにかくチャンス目が出るかどうかなんです。チャンス目が出た時から音もなくボーナスが始まってて、そしてそれが音もなく終わると、それがこの台の基本的な仕様になってます。で、その音もなく始まって音もなく終わる中で ART の抽選とかが行われて、逆特化ゾーンの抽選とかがあったりとかっていう感じになってくるんで、まあ、その中身を理解すると、あ、だから1ゲームで終わったりするのねとか納得できる部分もあると思います。同時にこれでボーナスかよと思う部分もあるんで、まあ、そのあたりね、打ってる人がどう思うかで、まあ、納得できるというか面白く打てるかどうかが変わってきますかね。台と好きにはね、面白い台だと思います。一般的にはどうかという話ですよ。入りました。どうしました？無理やろ、追っかけタイム。おお、まだいた。いやー、でもね、いやー、あー、
った。今日これしか当たりないかもしれないからね、いきますよ、せーの。いやー、問題を置こうから。ボーナスが残ってる可能性があるんで、そしたらベルナビがいっぱい出ます。あ、出た。そうするとここが最大の上乗せ特化ゾーンになるんで、乗らねえし。いやー、終わっちゃった。いやー、ひどい。そうですか。投資が15,000円。さあ、ここも結局は、ここも結局は同じですね。あのボーナスを引けるかどうか。ボーナスを引いたら上乗せ特化ゾーンに入ります。おお、あ、終わっちゃう。いや、あのないボーナスの時は終わらないです、ゼロになっても。まあまあ50ゲームで終わるって普通ですね。まあまたここで MB を引かなきゃいけないっていう。これゼロで続いてるんでボーナスがいるってことです。よいしょ、ほら。まあ当たり前のように一番ダメなのに行きましたけど、ボーナス中なんでずっとベルが出ます。だ、まあ続いて上乗せ、続けば続くほど、まあ、その枚数が取れる分でね、上乗せされるみたいな、そんな感覚でいる方がいいですよね。ゲーム数の上乗せも一応チェリーと、まあ、あのチャンス目の形になった時にありますけど、まあ、そんなに可能性が高くないんでね、あれを上乗せ特化ゾーンだと思っちゃうとストレスがたまると思います。まあ、ボーナスを引けたんで、その間ベル何回引けるかなぐらいに思っておきましょう。ピラミッドパワーとかに行けば全然違いますけどね。あんだけ苦労してジャグラーのビッグより少ないいいんだけどね、別に。ティアラが出て、なあ、もう、2台となり3回目っすよ、ビッグボーナス。もう全然台が違いますよね。さすがに投げますか、もう。うわ、やってた。ひでえ。いや、今ヒフォーデンの癖で早めにコインを買いそうになって、自分を戒めてたらちょっと取りこぼすっていうひどい流れですね。
違法伝はどうせチャンス目が出たってその後コイン使わされるんで。まっすぐ A タイプとかに行くのが正解だった。うおお、正解だったんですね。よいしょよいしょよいしょ、もうひどいねなんかね。いやあ、暗い話題ばっかりですね。どうしたもんですかね。今日のボルデューなんでチャンスですけど、なったんで割とこれありますよ。よいしょ、あーいたー、あー、あら、なんだこの出目は。チェリー、なに君。うわ、しかもボタン間違えた。いや、わからぬ。あ、ビッグなの。あー、そうかそうか、赤7の方だったのね。はい、いや、良かったです。そういうことか。もう結構参っちゃってますね、私。斜めベル13回なんで非常に優秀っていうか、まあ偶数寄りの動きですね。まさかの予告オンでリプレイテンパイ外れ。いやいやいや、つながってくれてほっとしました。最初のビッグは13回でしたけど、今度7回ですね。2回でちょうど20回なんで、バランス取ってきましたね。ちょうど真ん中ぐらいです、今。まあすんなり偶数で収まるとは思ってなかったけど、そうっすか、1回で帳尻合わすとは思わなかった。もっとじりじりって感じかと思ったけどね。いたんだ。第一摂取なんで外れもあるか、外れかと思って。そして赤七の方ですか。いやー、もうマジかよ。11回、3回で31回です。もう1回があったらさすがに逆転を意識するけど、まあまあ競馬で言えばダバの先走りみたいなもんですよ、おそらく。もう一回あるの？もう一回あるの？ないって。そらそうやね。そんな甘くないっすよ。赤7あんまり狙わないか緊張するんだ。
単V狙いなんで、ビッチューも。あ、悪くはないですけどね、こういうレギュラーは。いくらなんでも6は高望みしすぎだと思うから。すぐすも今非常に曖昧なんでね。落雷、重複もあるけど、いやー横コーンならないんでちょっと弱いね。うわ、でも入ってるんだ。私は音楽の感性がないんで、これが何の音楽か分かんないけど、あんまり聞かない音楽が流れてるんだけは間違いない。あ、ちょっと少なく見積もって800枚ぐらいですかね、上。4回、ビッグ4回で41回ですね。なんで本当に真ん中ぐらいです。ほんの心持ち偶数より。リブロンチャンネル実践終了いたしました。私の方なんですけど、投資が1692枚、回収が824枚でね、マイナス868枚という結果になってしまいました。残念ながら負けということなんですけど、まあ敗着がどこだったかを考えてみますと、初手ですね。はい、飛行殿に座った時点でほぼ負けだったんじゃないかなと。あそこでの投資がいくらよ、はい、っていう感じなんで、あ、まあそうですね、1350枚あそこで使ってるのかな。なんで、まあもちろんサンダー花火だけだったらプラスということでね。まあ初手が悪かったですね。あの、将棋で言うんだったら7六歩ついたのがもう敗着みたいな感じだったん で、だいぶ早い段階で負けが決まってたのかなと思います。まあどうだろう、隣の飛行殿ビッグ3回とか私見たことないような当たり方してたんで、あれとかってことはあるのかもしれないですけどね。まあ細かい解析とか出てないんで何とも言えないところです。まあ初めてのホールということでね、なかなか健康とかも掴めない中でしょうがないのかなとも思いますが、だったら手堅く A タイプからスタートっていうのがね、良かったかもしれないですね。はい、ということでライターが、過去6戦して2勝4敗ということで、ちょっと厳しい星になってね、次回に、戦いを持ち越すということになってしまいましたけど、まあ次回ね、あの女性の方が爽やかにね、こう引いてくれる感じがするんでね、爽やかな勝利を期待していただきたいと思います。はい、2月の7日です。2月の7日ですね、清原さんというのね、ぜひね頑張ってもらいたいなと思います。そんなゲームこのチャンネル、こんな感じで残念な結果になってしまいましたけど、次回もお楽しみに。それではさよなら。